おはようございます。ゆりです。はい、さてさて、今日はですね、国体についてですよ。国体っていうと都道府県対抗のスポーツ大会のことで、そうなんです、うん、国体つまりね、国民体育大会はですね、はいはい、国のスポーツ振興法が定める重要行事の一つとして、各都道府県で毎年開催している国内最大のスポーツの祭典なんですね。で、第73回目となる今回なんですが、福井県で本大会が今年の9月下旬に開催される予定なんですが、なんとですね、その本大会に先駆けて、ここ神奈川県で冬季大会が開催されるんですよ。そうなんだ。神奈川で冬の国体ってどういうことですかね。確かに冬の国体、ウィンタースポーツのイメージないですよね。確かに国体というとね、ウィンタースポーツのイメージないかもしれないんですが、さあ、どんなスポーツが行われるのか、そのスポーツは何なのか、大会前の練習を見学に行ってきました。氷濤神奈川横浜冬国体と題し、54年ぶりに神奈川で行われるのはアイスホッケーなんです。あ、そっか。練習しているのは神奈川県代表チームの選手の皆さん、氷上の格闘技と言われるだけに練習も超ハード。ーすごい、体と体がぶつかり合う音が聞こえてきます。あ、かっこいいな。でもすごい。練習を見守るのは神奈川県アイスホッケー連盟理事であり、青年男子チームの監督を務める長谷川典彦さんです。意外だと思われるかもしれないんですが、神奈川県はですね、全国で実はアイスホッケーの登録人数が全国3番目なんですね。なので競技人口としては非常にもう東京と北海道に続いて非常に多くなってます。まあ、選抜チームということで社会人が半分と学生が半分、大学生が半分ということで今今年は構成してやってます。そんな中で結構和気あいあいとですね、みんな仲良く、やるときには真剣にやってますので、すごく盛り上がりのあるいいチームじゃないかなというふうに思ってます。神奈川が全国で3番目って知らなかったですね。練習を見るだけでこの迫力ってすごいじゃないですか。試合になったらどんだけって感じですよね。IKKO さん、さあ、大会が始まるのは1月28日。そう、実はね、今日が大会初日なんですよ。でね、本日行われる1回戦を勝ち抜いて、その後順調に勝ち上がれば決勝は2月1日木曜日です。神奈川県代表はね、前々回準優勝で前回5位なんですね。念願の優勝に向けてキャプテンを務める倉田龍一選手にお話を伺いました。まず結果はもちろん、求める部分でありまして、地元開催ですので、期待してくれる方々も多いです。で、2年前に、決勝で東京に敗れてますので、やはりもう一度舞台にみんなで行って、悔しさをまず晴らすということと、ジュニアの子たちに神奈川はこれだけ強いんだよというところを見て、何か勉強してもらえたらなと思います。本当に若くて、いいチームですし、みんな一生懸命、仕事がある中、夜集まってですね、練習したりとかっていうふうにしてますので、熱い応援を、選手たちにエールを送っていただければと思います。いや、今回こそいけちゃうんじゃない、もしかして。すごい、期待大ですよね。さあ、そんな神奈川県チームの初戦は本日12時から横浜銀行アイスアリーナで行われます。対戦相手はね、愛知県代表チームです。ぜひね、会場で神奈川県チームの熱い戦いに応援をよろしくお願いします。実際見るとますますファンが増えそうですよ ね。そうですよ ね、はい、ね。またね、第73回国民体育大会冬季大会氷濤神奈川横浜冬国体については、県のインターネット放送局かなちゃん TV でも紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。はい、応援してます。ルイルありがとう。